それでは、続きまして、次の、ご発表をお願いしたいんですけれども、実はその、第2回検討会の時に、矢野委員の方からですね、卸売業は重要じゃないかというようなご指摘が、ご意見いただいたものですから、それを、受けまして、今回、日本加工食品卸協会の、協賛様にお願いいたしまして、リード財務延長問題などの正反対連携の取り組みについてご説明をいただこうと思います。よろしくお願いします。はい、日本加工食品卸協会の時岡と申します。この、検討会にオブザーバー参加させていただいています。よろしくお願い申し上げます。本日はですね、今、中野の話にございましたけども、私ども加工食品卸、加工食品流通業界ですね、正反対の、取り組みが今、始まりつつ、始まっているというようなこともありますので、その辺の、状況を皆様方にちょっとご報告を申し上げたいと思います。タイトルは持続可能な物流の構築の決定というふうなことで、メーカー卸間の取り組みから正反対の3層の取り組みというふうな、そんなタイトルで、ご説明申し上げたいと思います。まず加工食品物流の現状と課題というふうなことなんですが、今、橋本先生のお話にですね、現状の物流の状況、あるいは2024年問題のいわゆるインパクトというふうな形もの、ルール、ご説明がございましたので、その辺はちょっと私の方は割愛をさせていただきます。しかしながらですね、この物流のことに関しましては、私どもこの加工食品、流通業界の一番の評判の悪い会でございまして、とにかく嫌われているトラックドライバーの皆さん、なぜかと申しますと、まず長時間待機、これはメーカー卸間の物流のことを今申し上げているんですけども、メーカーの、荷物が卸に入っておくというのも、ずいぶん長時間待機が発生している。あと、付帯作業ですね。今、本来卸すだけでいいはずのものが、フォークリフトを運転して、この倉庫の中に入れてくれとか、あるいはパレットの積み替えをやれとか、いうふうな話も、さまざまなそういった付帯作業。また日付管理とか納品期限管理が結構厳しい。で、短い移動タイムというふうなことなんですね。原則は私ども卸がメーカーに発注して、翌日に納品されるというのが一般的な商慣習なんですが。そういった短いリードタイムでも当然夜中の作業になるというのが、本当に悪い、評判の悪い、業界でございます。というふうなことがございましてですね、でそれをまず、そういったことで、かつまた2024年問題があるというようなことで、もうこれはもうコストの問題ではなくて、もう物流が途切れてしまうんじゃないかという、そういう危機感が、現状、メーカー卸間の物流に関して共有されているというようなことでございます。もう少しちょっと前提の話を申し上げますと、私どものこの加工食品流通業界というのはですね、非常にメーカー数、大手の卸だとほぼ1万社のメーカーと取り。で、一方で、小売業でございますが、小売業はチェーン展開されている、企業だけ捉えても、店舗の数からしたらもう10万店舗。非常にいわゆる川上と川下が非常に数が多い。で、真ん中にいる私どもの卸は、ほぼ上位10社くらいで、全体の95%以上の、シェアがあるということで、かなり、そういった意味では、真ん中は集約されている。で、川下と川上が非常に多い。で、商品もですね、多頻度小ロットというふうなことで、非常に細かい。私どもの商品マスターを管理しているジャパンインプレックスという会社があるんですが、そこで登録されている商品マスター数が280万アイテムがあるというふうな、そんな膨大な商品、それと多頻度のこの流通をやっているというふうな世界でございます。で、物流コストでございますけれども、先ほどもうコストの問題じゃなくて運べなくなるというようなことをちょっと申し上げましたが、コスト自体を捉えても、ほぼメーカーで売上比大体5%、ざっくりですね。で、卸でも大体売上比5%というふうなことで、合わせたら10%ですね。で、それに小売業さんの専用センターの、センターフィー等々があれば、いわゆる小売の段階の原価のほぼ10%以上が実は物流費でできているというようなこと、そんな状況でございます。当然ながら、私ども卸売業の、コスト構造を見ると、とにかく一番、人件費を別としまして、一番高いのがこの物流費というようなこと。
したがって、この、物流というふうな形の問題はですね、私ども流通業界にとって非常に大きな、一つのテーマだというふうな、まあ、そんな前提がございます。で、今申し上げたように、大変物流の危機が、物流の、危機が来ているというふうなことでございまして、特に納品リードタイム問題ですね。今申し上げました、基本は翌日納品というふうなことだったんですが、もうそれでは運べなくなるというようなことで、ですね、非常にこのリードタイムの問題が、非常に大きくクローズアップをされています。で、一方で、この問題を打開すればですね、かなりやはり大きな影響があるというようなことで、まあ、その打開策として、この納品リードタイム延長問題というのが非常にクローズアップされた、そんな経緯でございます。で、この納品料体の延長問題もちょっと振り返ってみたいんですが、発端、まあ、この以前からずっとあったんでございますけど、一番大きなきっかけはですね、全日本トラック協会から2019年の7月に、意見書が出ました。まあ、要は、もう翌日納品だと運べなくなるので、中1日明けた翌々日納品にしてほしいという、まあ、そういうご要望が、このトラック協会から上がりですね、これをきっかけに各メーカーが、私ども卸に対して、まあ、こういった状況なんで、今までのような翌日納品はもうできないので、とにかく中1日開けてくださいというような、まあ、そんなご要望をいただきました。で、それに対してですね、私どもの卸は、何もこの今の現状のサプライチェーン全体のオペレーションを変えないで、単にメーカー卸間のリードタイムが1日空いてしまうと、非常に私ども卸に対する負担が大きく、まあ、原則、私どもの卸と小売の間も、まあ、翌日納品しかが一般的なあれで、まあ、そういったいわゆるサービスレベルを我々ずっと維持してきたんですが、そういった小売業に対する物流サービスレベルが維持できなくなってしまう可能性もある。で、それを維持しようとするのであれば、非常にこの在庫負担も含めてですね、非常に我々にしわ寄せが来るというふうな、まあ、そんな現状がございます。まあ、従いまして、この納品リードタイムの延長化についてはですね、まあ、私どもの考え方を各メーカー、あるいは各小売業事業団体の皆様にお伝えをいたしました。これ2019年の9月のことで、まあ、いろいろ細かく書いてはあるんでございますが、はい。今変わりましたが、まあ、これちょっと細かくて、ちょっと読みづらいんですけれども、要はこのリードタイム延長問題っていうのは、単に私ども卸に一方的にしわ寄せが触るんじゃなくて、サプライチェーン全体の中のいろんな連携の中でやっぱり解決していく問題じゃないでしょうかというふうなことを、各メーカー様、あるいは小売業団体の皆様に、この卸としての考え方をお伝えしたというふうなことでございます。で、このテーマに関しましては、その後、政府間連携協議会の場でですね、議論をされることになりまして、これはロジスティックス最適化ワーキングの中に加工食品省ワーキングというのが、設置をされまして、そこで、いろんな議論がされております。で、その中でですね、はい、ありがとうございます。今、投影されましたものがですね、この加工食品省ワーキングで出た考え方でございます。まあ、要は、このリードタイムの延長というのはですね、まあ、持続可能な物流の構築に向けた取り組みというまず位置づけましょうということでございます。これどういうふうな意味かと申しますと、この特に物流の問題を、メーカー卸間あるいは卸小売間でそれが訴状に乗っかると即取引条件の話になってしまうんですね。だから、まあ、実際にやっぱりそういったいわゆる営業上のこの取引条件の話になりまして、どうしてもこういったことをやるとすぐそれに対する対価とかいうような形ものが一般的なこのいわゆる今までの小慣習でございました。だからもうそういう問題ではなくて、これは、サプライチェーン全体のテーマであって、まず加工所この持続可能な物流をどうやってみんなで構築するかというような、まあ、そんなことでこの政府間が連携協力してサプライチェーン全体として検討推進するというようなことにしましょうというのがこの、ショーワーキングで、具体的なことの方向性が出てまいりました。次のページをお願いします。で、具体的には5つですね、この取り組みの方向性というふうなことで出てまいりまして、新商品、特売商品のリードタイムであるとか、あるいは定番商品の発注締め時間の調整であるとか、こういった具体的な内容が出てまいったというふうなことでございます。はい、次お願いします。で、この問題につきましては、なかなかこれをですね、
この業界の方ですぐ共有するという、たまたまこの2020年のことで、さまざまな会合が中止になったというふうなこともございまして、なかなか業界全体に周知することができないというようなこともございまして、で私ども日商協ではですね、メーカーさんとの幹事撤回がございまして、そこでこの問題を初めて、このリードタイム延長問題というようなことを初めてですね、この訴状に挙げたというふうなことでございます。で、私どもはこれを実現する、リードタイムを実現するためには、メーカー様にですね、受注締め時間の後ろ倒しをお願いして、中に1日空けるんであれば、少し卸のが作業するアドバンスをちょっと欲しいというふうな、まあ、そんなことでお願いしたわけでございます。しかしながら、この時のメーカー様はですね、この受注締め時間を調整するということは、大変なこのオペレーションの変更につながって、物流事業者にも影響があるので、なかなか難しいというようなものが最初の話でございました。次のページにしよう。はい、というふうなことで、その後、このメーカー卸し間の取り組みが始まりまして、この SBM 発射、これは食品物流未来推進会議という、味の素さん、カムレスファン、ここに書いてあるメーカー様発射の、会議体でございますが、そこと卸の主要6社の間でですね、具体的なこの問題を検討していこうというようなことで、で、実証実験を始めたというようなことでございます。次のページをお願いします。はい、これは実証実験の中身でございまして、まあ、要は、発注締め時間を後ろ倒したときに物流にどういうふうな影響が出るのか。あるいは、中1日空けて、やったときにどれほどの効果が出るのかというふうなことを、この実証実験で、確認したというふうなことでございます。はい、次のページをお願いします。で、まあ、具体的にはですね、やったことは、11時からまずは1時というようなことでやりましたが、これは、特に、メーカーサイドにとってはそれほど大きな影響はなくですね、まあ、要はスムーズな、オペレーションができた。で、かつ、この、インドタイムを1日延ばしたことに非常に効果があったというふうなことでございます。はい、じゃあ次のページを見ましょう。はい、というふうなことを踏まえましてですね、じゃあこれを具体的にこの路には、やはり単に、メーカー卸し間だけではなく、小売業の皆様にもですね、こういった現状をよく理解をいただいて、で、正反対、この3層でこういった取り組みをやるべきじゃないかというふうなことで、具体的には小売業の皆様方にはですね、一番下の方に出てますが、定番発注締め時間の今度前倒しですね、卸開始の前倒し、それと、特売新商品の、リードタイムを適正なリードタイムを確保していただきたい。で、あと、賞味期限180日以上の商品については、納品期限を賞味期間の2分の1残しへの統一をお願いして、この3つを具体的な格好で、この持続可能な物流の実現のためにスタートというふうなことで取りまとめました。はい、次をお願いします。で、この点につきましてですね、で具体的にやはり、小売業の皆様ときちっとお話を申し上げなければならないというようなことで、で次のページをお願いしたいんでございますが、この、フードサプライチェーンサステナビリティプロジェクトというふうなものを今般、立ち上げまして、この4月からこの、具体的な、活動に入って、ございます。今背景についてはですね、今ルール申し上げた、話でございまして、先ほどから出ていることでございます。いわゆる全体最適構築が遅れているよと。まずは喫緊はやっぱり物流の問題を解決してくれならない。というふうなことで、メーカー卸し間、というふうな形で取り組んできたと。で、今般はこのサプライチェーン全体でですね、やっぱりサステナビリティというものを追求していこうというふうな、まあ、そんな背景の中での話でございます。じゃあ次のページをお願いします。で、具体的な目的でございますが、はい、まずはこの3層間できちっと情報共有をしようというふうなことでございます。特に小売業の皆様についてはですね、物流、このサプライチェーン間の物流というのは、小売業の皆様が物流費を負担しているわけではなく、まあ、商品単価の中に入ってますので見えない、ね。だから物流に関しては、とにかく、要望した場所に、要望した時間に、要望したものをきちっと届けてくれというふうなことで、ほとんどこのサプライチェーンの中のこの物流に対するご関心というのは大きくはなかったというふうなことがあります。したがって、この物流危機と言われてますけれども、なかなかやはり小売業の皆様にこういった状況をお伝えするというか、今までなかなかできてなかった。まずはその辺をきちっとお伝えをしなくなるのに、まあ、この3層間で情報を共有しなくなる。
というふうなことと、あと全体最適を妨げる召喚種っていうようなものをやっぱりきちっと洗い出して、その見直しへのアプローチをやっていきましょうと。というふうなことで、まあ、この、やはり、最大の目的はですね、将来にわたって存続する強固なフードサプライチェーンというような構築していこうというふうな、まあ、そんなことを目的に、今般、このフードサプライチェーン、サステナビリー、はい、FSP と呼んでますが、これを、まあ、スタートしたというふうなことで、はい、次の。というふうなことで、公正団体は、このポリオが、これ、食品スーパーマーケットの3団体の皆様方と、私どもの日食企業。で、メーカー様は、まずはこの SBM の発射組というふうなことで、この会議を今スタートしています。はい、次のページをお願いします。で、じゃあ、具体的に FSP がどういうふうなことをまず目指そうとしているのかというふうなことで、具体的なこのテーマと、このマイルストーンというようなものを今、設定をしております。はい、次のページ。ちょっと時間がないので、さらっと申し上げたいんですが、まあ、一つは、この納品期限の統一化というふうなことで、この180日以上のこの納品期限の2分の1ルールというものをまずは統一をしていた。これ、食品ロスの問題で、今、この2分の1ルールというのは進んでいるんですが、実はこの物流に関しても非常に大きな効果をもたらすものでございまして、これはもうぜひ、このまずはまあこの2分の1ルールの統一をお願いしたい。でこれは昨今、さまざまな農水の大臣メッセージが発せられてですね、いろんな機運が高まってまいっておりますので、できればこの来年の4月ぐらいまでになんとかならないかなというようなことを考えています。はい、次のページ。はい、これが2分の1のルールの統一化というようなことで、これ具体的なこのアプローチの話でございますので、まあ、今申し上げたような内容でですね、まずはこれをやりたいなというようなことであります。次のページをお願いします。この2つ目が、この定番発注時限時間の変更というようなことで、これは小売業の皆様も、メーカーにとっても、少しオペレーションの変更が前提となりますので、これについてはですね、2023年、まあ、来年の秋頃までになんとか実現したいなというふうな、まあ、そんな一つのマイルストーン、そんな感覚を持ってやっております。で、先ほど申し上げたように、メーカーについては卸からの発注を後ろ倒し、で、小売業の皆様には、できれば、この午前中にですね、この、卸に対する発注をいただきたい。今、やっぱり、次のページをお願いしたいんですが、じゃあ、次のページをお願いします。はい。これ、現状は、今、小売業から卸に入ってくる定番発注締め時間の、この、状況なんですけども、午前中に入ってくるのは、まあ、半分ぐらいしかないんではないですね。したがって、これを、12時までには、いただきたい。というふうなことになると、我々オペレーション、が、卸のオペレーションができるようになりますので、長い一日空いたとしても、通常の今のサービスレベルは維持できるという、そういう話です。はい、次のページをお願いします。で、一番これちょっとハードルが高い、テーマでございますが、特売新商品は、これすいません。じゃあ次のページをお願いしたいんですが、一度聞きます。その前のページに戻っていただけますか。はい、恐れ入ります。特売新商品のリードタイムというふうなものがですね、実はこれ非常にこのオペレーションの非常に大きな要素を占めておりまして、現状特売は、その次のページをお願いしたいと思いますが、はい、基本はですね、この、納品日8日前に、発注をいただくというふうな形のものが、これがやはり一番、原則的なやり方というふうなことで、これはお願いをしております。で、こうじゃなければ、やはりはこの見込み発注になっておりまして、いわゆる、この卸メーカー間で、この、見込んで、で、結果的にそれが、大きく外れたときに、非常に大きな、負担になる。あるいは、この急ぎの、この物流というものが非常に大きなコストになっているというふうなことがございます。まあ、こういったことを、まあ、今、お願いをしているというふうなことでございます。というふうなことで、今、この FSP 会議というふうな形のもの、まあ、具体的にはこの3点をですね、今、お願いをし、これをいかに、この、実現をしていくかというようなことで活動しているというふうなことでございます。で、最後になりますが、
今回こういった話ができるようになりましたのでですね、冒頭申し上げましたこのテーマっていうのはやはり取引条件云々の話じゃなくて、この正配販サプライチェーン全体でこういったものをきちっと共有して、いかにこの物流っていうものが維持できるようにみんなでやろうというふうな、まあ、それが一つの前提になる話でございますので、まあ、そういったことをまず共有してですね、今さまざまないろんな、アプローチさまざまな活動が進んでいるというふうなことでございます。はい、ちょっと時間超過しましたが、私の報告は以上でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今のご発表について、ご質問の意見ございますでしょうか。後でまたまとめて議論する時間もありますので、もし、特に今ということでなければ、先に言ってます。よろしくお願いします。じゃあ、社長さん、ありがとうございました。また後ほど。では、議事さんの事務局説明に移りたいと思います。ちょっとお時間の関係がありますので、ちょっと、はしょってやらせていただきますけれども、資料7に基づきまして、ご説明申し上げました。前回の、これまでの議論を踏まえまして、また先ほど、橋本委員はじめとする委員の方々の、ご意見も踏まえまして、あと、橋本委員から、ご発言いただきました、持続可能な物流については検討会、こちらの方のちょっとご紹介も含めまして、事務局より、ご説明させていただきます。ちょっと急ぎになりますけれども、ページめくっていただきまして、今のこのページですね。これが、これまでの議論、今後の議論ということで、こんなふうにちょっと整理をいたしました。先ほどの橋本委員の資料にも出てきました、投下資本利益率、ロイックなんですけれども、まあ、これを高めるということなんですが、というふうな、議論をした場合ですね、まあ、まずちょっと、前提として、この4つぐらいは、まず前提として共有できればなと思っています。まあ、1つ目は、まあ、この委員会のテーマである物価の高騰で、農業価格と経費は高騰してるんだけれども、まあ、第1回目にご意見出てましたけれども、消費者への価格転換っていうのは、まあ、難しいというのが前提。第2に、労働力人口の減少、労働力の価格、これはもう、先ほど来出てます、物流も含みますが、それから、今日、長浜委員の、ご発表にもありましたけど、やっぱり賃上げっていうのが、これは、やっぱり要請があって、これは前提になると。まあ、言い換えれば、賃金を抑制する形で、労域を上げるとかいうことは、選択肢にはないんだということでございます。から3番目、そもそもの小売の存在意義として、国民生活や地域経済を支える社会インフラとして不可欠であるというようなこと。それから、4番目に昨今の SDGs ということで、短期的なその効率化のみならず、中長期的な観点からの、社会への貢献。先ほど、古谷委員から人権といった問題がご指摘ありましたけど、まあ、そういうのを含む SDGs。この4つをですね、前提に、動かさない前提にした上で、ロイックをどうやって上げていくかということかなというふうに思っています。それで、改めましてロイックですけれども、売上高分の利益率かける投下資本の分の売上高と投下資本回転率というのの掛け算で、付加価値を高めて提供するということと、効率的に売上高を生み出すための投資をするということで、まあ、A と B とやってございますけれども、まあ、ある意味、中村先生にご発表いただいた第2回にご発表いただいたような話などは、この中層の付加価値を高めて提供するというところでしょうし、サプライチェーンの効率化っていうのがこの B のところかなというふうなことで、考えてございます。それで、これまで、様々なご意見をいただいて、今日以前のご意見を、少し、今の、A と B のようなステージでまとめますと、まあ、経営のリーダーシップっていうところと DX っていうのはこの A、B に共通するところで、いただいたご意見をこんなふうにまとめてございます。それから、サプライチェーンの連携統合というような整理、これはその、ややその B の方によるのかなと思ってますけれども、そういったところを、
言ってたご意見をまとめてます。またその、こちらの A の方に、よるところですけれども、消費者とのコミュニケーション、ニーズ対応といったのところについても、これまでいろんなご意見出てまして、そういったものを、要約して、議論を並べて、整理してございます。で、このような、そういった意味では、この、広くロイクにかかるような議論が、先生方から、委員の先生方からされてきたんじゃないかと思いまして、整理をしたということです。ご参考までにですね、次のページお願いします。ページめくってもらえますか。あ、その次お願いします。そこですね。はい。で、ちなみにそのロイクって値、ちょっと事務局の方で弾いてみました。で、日本の場合、2021年度で全産業では 6.2% ということでございますが、小売は全産業に比しまして、やや低くて 4.9% だったというようなことでございます。で、またまあ、公表資料ベースで、そのロイク関係で小売業を15社ぐらい、高い順にですね、見繕ってみますと、このように、まあ、一番トップは 15.9% ということで、まあ、割とその 7%、8% を超えるような、企業も、上位10決ぐらいには入ってきているといったようなところかなと思います。また、売上高をご覧いただきましても、その、中小の小売業でもランクインをしていると。言ったようなことです。で、まあ、そういった企業を、まあ、報道ベースですけど、デジタル化に関する取り組みの報道などを、こう、見ながらですね、やってみ、横に並べてみますと、まあ、なるほど、その、デジタル化っていうものについて、様々な取り組みがされていて、それが、割と、メディアで、取り上げられているということで、まあ、ごく大雑把ですけど、ロイックを上げていくのに、DX といったような議論というのは、おおむね方向性として間違ってはないのかな、といったようなことでございます。で、そういった方向で議論を進めて、いければなと思っておりますので、後ほどまたご意見いただけたらと思います。それから、飛んでですね、持続可能な物流の実現に向けた検討会のページをお願いします。こちらごく簡単にご説明します。こちらはですね、経済産業省と国土交通省と農林水産省の3省でですね、今のページにありますように、このような委員の先生方で、議論を、9月から、開始しました。3省ともにですね、2020年問題に、非常に深刻に受け止めておりまして、こういう議論を開始したということです。で、次のページですが、この委員会の第2回で、NX 総研の、から発表された資料がございまして、これが先ほど橋本先生のご紹介ありました、物流のその2020年までの、労働時間の制限が入るとですね、最大で 14.3% ぐらいのですね、物流の輸送の不足が生じる可能性がなきにしもあらずといったような、これは要するに何も対応しないかった場合です。というようなデータになっております。で、その一方で次のページですけど、これは第1回の資料で出てきたんですけど、パーソルホールディングスさんがの公表されてた資料をそのまま借りているんですけれども、2020年問題の調査っていうのは2020年にされたんですけど、こんなに悲しいこともないんですけど、2020年問題これだけ深刻なんですが、認知度が産業全体で半分くらいしかいないといったようなことで、先ほど矢野先生もおっしゃられたように、物流だけじゃなくて正反対でみんなで取り組まなきゃいけないんだと。言ったようなことだったんですけども、認知度がこんなに低いのではですね、対応のしようもないと言ったようなことで、ございます。ということでございます。私からの事務局からの説明は以上になります。また質疑応答については後でまとめてと、いうことでございます。で、糸切りちょっと続きまして、議事の4でございますけれども、これも前回ですね、藤井委員にご発表いただいたときに、ご議論になりましたけど、やっぱ DX、今日もちょっと出てましたが、DX の人材の育成っていうようなことがかなり重要だと
いうようなことが、これも第1回の、ご指摘からあったと思います。そういったところもありましたので、経済産業省の情報技術利用促進課の方から、その DX 推進施策、とりわけこの人材の育成というようなところについて、施策のメニューを用意してございますので、発表を、してもらいます。よろしくお願いします。はい。今ご紹介いただきました、情報技術利用促進課の金杉と申します。私どもの課はですね、国内の、企業、産業界の、デジタルトランスフォーメーションを、推進することをミッションとしておりまして、その中でも今回ですね、タイトルにあります通り、卸売小売業界において、活用可能な DX 推進、デジタル人材育成についてですね、施策を紹介させていただければと思います。次のページ、お願いいたします。はい。デジタルトランスフォーメーションの、定義については、水色枠に、記載の通りでございますが、特に強調したいのがですね、今日、今、DX が必要な背景としましては、デジタルを活用した経営の革新や、イノベーティブな製品、サービスが競争力を形成する大きな要素となってきておりまして、デジタルを最大限使いこなす、企業へ生まれ変わることが必要不可欠となっております。その具体例としまして、今日本日お話にありました、舞鶴百貨店さんのようなですね、製品の、経営戦略をですね、データを最大限活用して、デジタルを最大限活用すること、つまりですね、経営のやり方であったり、製品、サービスをデジタル前提で抜本的に見直すことが重要となっているというふうに考えてございます。次のページ、お願いいたします。この次のページで結構です。こちらは、DX 推進施策の全体像でございまして、企業の DX のですね、推進レベルに応じて、様々な、施策を、行っております。次のページをお願いいたします。こちらは、DX の、推進度合いを、評価する、ガバナンスコードでございまして、こちらが、DX 認定の認定基準であったり、DX 銘柄の評価、選定基準として定めたものでございます。次のページお願いいたします。こちらは DX 認定制度でございまして、こちら企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態になっている事業を認定するものでございまして、例えばこの認定を受けた企業様のアンケート結果によりますと、DX 戦略の推進にメリットがあったであったり、顧客に対する企業イメージの向上につながったといった声をいただいております。次のページをお願いいたします。こちらのご紹介までですが、DX 銘柄というですね、上場企業を対象とした、選定事業がございまして、そちらのグランプリ企業の事例でございます。トラスコ中山株式会社さんでございますが、こちらはですね、いわゆる工具をですね、卸売をしているような企業でございまして、そちらの企業さんがですね、AI を活用して、即時見積もりを提供したりですね、あとはスマホアプリとデータを活用した納期ゼロの起動具。これは AI による需要測をしてですね、顧客の現場に必要な道具をですね、現場に置いておくといったサービスでございますが、そしたらですね、新たな顧客サービスを提供しているという企業さんでございます。次のページお願いいたします。また、DX について何から手をつければいいかわからないといった企業の方に向けてですね、デジタルガバナンスコードを実践すべきというものを今年の4月に公表いたしました。こちらの手引きの構成としましては、2章構成と、事例集となっておりまして、そもそも DX とは何か、その可能性と進め方であったり、そのデジタルガバナンスコードの実践に向けてといったものを紹介しております。また、中小企業におけるですね、DX の取り組み事例について紹介するものでございます。次のページ、お願いいたします。この手引きの中で、事例調査を、通じてですね、5つの成功のポイントを紹介しております。この中で特に強調したいのが、1 の, 経営者のリーダーシップとですね、2 の、身近なところからというところでございまして、やはりですね、DX の成功する秘訣としましては、経営者のリーダーシップが、重要でございます。デジタルのですね、変化が激しいことを踏まえて、企業、経営者がですね、企業の理念やビジョンをきちんと定めて、それに基づいて、社員に説明すること、といったですね、リーダーシップが、DX の成功の、秘訣だと考えてございます。また、
丸2にあります通り、いきなり本格的な、まあ、デジタルトランスフォーメーションというのは難しいものですので、まずは身近なところからですね、始めていただき、まあ、成功事例を積み重ねること、といったことが、重要になってくるというふうに考えてございます。次のページ、お願いいたします。他方で、まあ、DX を進めるためには、支えるですね、人材育成も非常に重要となっております。そこでですね、経済産業省としましては、デジタルに関する学びの場を提供するですね、3層から構成されるデジタル人材育成プラットフォームというものを、今年度から、提供してございます。こちら簡単にご紹介しますと、まず1層ではオンライン教育サイトということでですね、後ほど詳細、紹介しますが、民間や大学等が提供する様々な、デジタルコンテンツをですね、ポータルサイトに提示しておりまして、こちらに来ていただければ、デジタルに関する学びが得られるというものになってございます。こちら、ホームページとしましては、学びデラックスというページで、紹介しております。また、そうしたですね、まあ、一層で、まあ、座学レベルで、講座を学んだだけではですね、その DX の実現は難しいものでございますので、実践力を磨くためにですね、2層、3層といったコンテンツも用意しております。2層では、ケーススタディ教育プログラムと申しまして、こちらは実際の企業のですね、課題であったり、企業の生データを、まあ、ケーススタディ教材として、作成しまして、その教材を通じてですね、DX による、まあ、課題解決のプロセスを疑似体験として学べる、教育プログラムとなっております。また3層としましては、現場研修プログラムと申しまして、実際の企業でですね、その、2層で学ばれた方が、まあ、チームとなって組んでいただいて、企業の、まあ、課題が何であるかというのを特定した上で、その課題解決に、取り組む、研修プログラムとなっております。この2層、3層をですね、合わせて学びデラックスクエストという形で、提供してございます。次のページ、お願いいたします。こちら、先ほど紹介した1層のオンライン教育サイト、学びデラックスでございますが、こちらでは、すでに200講座、提供してございまして、どういった学習コンテンツがあるかと申しますと、左下にあります通り、まあ、AI について学べたりですね、プログラミングやデータベース、クラウド、ネットワーク、様々、ございます。こちら、まあ、250のうち、まあ、優勝無償両方ございまして、優勝のものはですね、厚労省の、まあ、教育の、ね、給付金といった、支援制度が使えるという形になっております。こちらですね、ぜひ、卸売、まあ、小売事業者の皆様にはですね、ぜひ自社も DX に向けて必要な講座をですね、選択して、社員研修としてご活用いただければというふうに考えてございます。また200講座はございますが、ご関心のある分野にですね、チェックボックスをつけていただくと、その分野に応じたですね、講座が提供されるといったホームページ構成になっております。次のページをお願いいたします。こちらはですね、まあ、厚労省が提供する、まあ、教育の、ね、給付支援制度でございまして、例えば、まあ、右の、企業の皆様でおかれましては、人材開発支援助成金がございまして、大企業におかれましては、60%、中小企業の皆様は 75% の、支援が受けられるというものになってございます。次のページ、お願いします。こちらは、学びデラックスクエストのうち、2層のケーススタディ教育プログラムになっております。こちらはですね、実際の企業の課題や、まあ、データ付きのケーススタディ教材を用いて、受講生が2ヶ月程度、架空の企業への、デジタル技術の導入を一気通貫で学べるものとなっております。ケーススタディの、教材の流れとしてはですね、まあ、ビジネス課題、デジタル化課題、プレゼン課題となっておりまして、それぞれの課題に対して受講生が学び合いながらですね、課題に解決に取り組むといった内容になっております。次のページをお願いします。こちらのケーススタディ教材ですが、タイプは2つございまして、それぞれ具体的なテーマごとに8テーマ用意しております。こちら、卸、小売業界に近いテーマとしましては、需要予測、在庫最適化につきましては、こちらは AI モデルの構築、検証とですね、組織の展開方法が学べるものとなっております。例えば、小売におけるですね、まあ、需要を、AI を使って予測しまして、その在庫をですね、最適化するところまで学べるというふうになってございます。また、教材タイプ2としましては、データ駆動型の変革推進の疑似体験ができるものになっておりまして、こちらは、データサイエンスの分野が学べる内容となっておりますが、こちらも、業界に近い内容としましては、まあ、収益改善ということで、例えばですね、来客数データのデータを見ながらですね、どういった、収益改善が、まあ検討できるかといったものを、手を動かしながら学べるといった内容となっております。次のページをお願いいたします。
こちら3層の現場研修プログラムでございまして、実際の企業とですね、先ほどの2層で学ばれた方が、チームを組んでいただいて、企業の課題解決に取り組むという内容になっております。こちら詳細はですね、後ろのページで紹介いたします。次のページお願いいたします。こちらの学び、デラックスクエストでございますが、当初ですね、まあ、1800名、を前提として募集をかけたところですね、応募総数、2900名ほど、応募いただきまして、そのうちテストを、クリアされた方が約2100名、今受講生として、参加されております。こちらですね、まあ、業界別に見ますと、製造業が3割強ございますが、もちろん、卸売業から、小売業からもご参加いただけるという状況でございます。次のページ、お願いいたします。こちらはですね、探索の現場研修プログラムの人材を受け入れる企業の抜粋したものでございます。今現在ですね、参加確定企業としては、99社ございまして、そのうち、卸、小売業界からもですね、13社エントリーいただいております。こちらの業界とですね、まあ、人材のチームが組んでいただいて、その企業の課題は何であるか、あるかを、まあ、特定した上で、その課題に対してどういった、まあ、デジタル技術を使って課題解決するか、そういった、解決策を検討して、経営層にプレゼンするといった内容となっております。次のページ、お願いいたします。こちら過去に、まあ、AI に特化したプログラムで実施した事例でございます。スーパーの丸井さんでございますが、こちら、これまでですね、まあ、社員の方が、例えば、スーパーに並んでいる白菜といった様々な食品の、仕入れをですね、長年の経験と勘で、仕入れ、する数を、作っていたというものになりますが、こちら、チームからの、提案では、AI モデルを活用してですね、過去の売上データや、天候等々様々な、その仕入れに関するですね、データを AI が、代わりに、まあ、重要取得をして、まあ、仕入れを決定するということで、結果的に、その社員さんが、検討するですね、需要測、仕入れの時間が大幅に短縮した事例でございます。その代わりですね、空いた時間で、その社員さんが新たな営業活動できるようになったという成果事例でございます。次のページでお願いいたします。こちらも食品卸売業になりますが、こちらも、まあ、AI 活用が、まあ適用可能な領域でございまして、こちらもですね、その卸売業、卸売業における、まあ、欠品や不動在庫の防止をですね、AI によって課題解決できたというものでございます。いずれもですね、参加した企業さん、もともと AI について全く知識がなかったという状況で始まったんですが、その外部の人材と組んでいただくことで、AI による課題解決や利用方法の、まあ、理解が深まったという、事例でございます。こうしたですね、参加企業もですね、来年度も同じように実施したいと思っておりまして、ぜひですね、まあ、受講生、または企業として参加される場合はですね、IT のベーカーまでお問い合わせいただければと思っております。次のページお願いいたします。こちらは、ご参考まで試験制度のご紹介になりますが、いわゆる、ユーザー企業もですね、まあ、情報システム部門の方向けにはですね、情報処理技術者試験であったり、情報処理安全確保支援士といった試験がございますので、そちらをですね、ご活用いただければと思っております。次のページでお願いいたします。最後のページになりますが、こちら IT パスポート試験、これはですね、いわゆる IT に関する基礎的知識を測るためのものでございまして、DX に、推進をされている企業さんの一部ではですね、まあ、全社にこの IT パスポート試験を合格することといった目標も定められているというような状況でございます。こちらもですね、ご関心あればご活用いただければと思います。このような、まあ、政策がございますので、ぜひ、自社のですね、課題に応じて、国の政策も活用いただけると幸いでございます。説明は以上です。はい、ありがとうございました。それでは、残り時間、どうなってしまったんですけど、意見交換をお願いいたします。オンラインの方は挙手機能で、会場にいらっしゃる方はネームプレートをさせていただければと思います。それでは、内藤委員、お願いします。BCG 内藤でございます。本日の、委員の皆様から非常に、親深いインプットをいただいたというふうに思っております。で、その中で、この検討会のゴールであったり、付加価値、それをどこに置くのかといったところを少し、クリアにしていった方がいいのかなというふうに、お伺いしていて思いました。で、そういう意味で言うと、例えばこの、海外と比べていて、日本の小売業のデジタルが遅れているということであったり、まあ、ロイックが低いと。
というところも、これは当初からはある程度分かっていたというところで、それだけではなくて、いかにこの物価高の中において、この産業界全体として効率化していくのか、構造を変えていくのかと、まあ、こういったところまでいかにスケールを持ってインパクトをもたらすのかといったところが非常に大事なのかなというふうに思っています。でそういった中で、一つは、個社ができる範囲でのデジタル化というところで、ここはひょっとするとフットワーク軽く、ここには大きな投資がなくて、顧客データの見える化で出会ったり、まあ、顧客体験を上げていく、ないしはこのオペレーションの効率化をしていくと、まあ、こういうことを、しっかりやっていくというところでは、おそらくこのいろいろイノベーティブな、技術、こういったところを、まあ、コンテストで拾っていくというところは非常に、大事かなというふうに思っています。で、一方で、ひょっとするとこの個社ではできないことというところを、まあ、業界、横断でやっていくというところはどこなのか。そういった中で、個社が競争するべきなところと、ある程度こう協業するべきところというところはどこなのかというところをしっかり定めるというところと、協業できるところについては、ある程度そこは、どの領域なのかというところをですね、しっかり、決めていくというところは結構、大事なのかなというふうに、思います。その領域を定めるというところと、まあ、そうした中では、協業するべきところについては、業界の、コンセンサスを作っていくというところと、まあ、それを今日コンセンサスを作った中では、何らかの実証実験をしていく。これは特定の先ほどお話がありました、地域社会の中でしっかり、ネットワークを作っていくというところであったり、場合によっては中堅中小、まあ、こういったところでしっかりまとめていく。という話であったり、多分そういったところをしっかり作っていくというところがあるのかなと。で、あとはそれを進める上での何らかのこのインセンティブというところを経産省さんリードで作っていくと、まあ、こんなところができていくといいのかなというふうに思いました。で、そういった中でいろいろこのフィジカルインターネットの検討会とかを含めていろいろなところで検討がなされているというふうに思うんですけれども、まあ、そことの住み分けというか、どこでどんなアウトプットを出していくのかと、こういったところのこの連携積み分けというところがよりクリアになっていくといいのかなというふうに思います。ありがとうございました。高島委員。はい。はい、委員の皆様、発表の方ありがとうございました。私からは、3点簡単に、コメントさせていただきたいんですけれども、1点目は、人材に関してなんですけども、日本の小売業での DX が遅れてるっていうのはなぜかということで、まあ、海外と比較してみると、海外のリテーラーなんかですと DX 化が進んでると。その一番の違いっていうのが、今日の最初の発表で、忙しいっていうのが随分話に出てましたけども、そのいわゆる小売業に従事するっていうことが魅力的なのかどうかっていうことっていうのも意外と大事なのかなっていうことだと思います。ですので、今、人手不足だったりとか、もっと言ってしまうと、なり手不足なんだと思うんですよね。その業界に入ることを躊躇してしまう。あるいはやっても、ちょっと、どうなのかなっていう。それは小売業でも物流業でも同じなのかなと思うんですよね。ですので、そういう中で、その中でのやりがいであったりとか、今日、今村さんの発表であったりとかね、こうやっててやることはいっぱいあるんだと。いわゆる手をつけて、もっとよくできることが、そういう可能性秘めてるんだっていうことでの、そのやりがいだったりとか楽しさとか、そのチャレンジングみたいなことで、それを DX を使ってやっていくんだっていうことを、まあ、小売、この今は小売ですけども、まあ、物流も含めて、正反対ということでやっていくんだみたいなことが、もうちょっとこう、広く伝われば、そのいわゆる今従事してる人もそうですし、これからなり手、新たになる、この小売業に、入ってくる人材を確保していく上でも大事なのかなということを感じました。で、2点目ですけれども、まあ、人手不足だったり、内手不足みたいなものが、その物流だったり、小売でも共通して、存在しているというところもありますけれども、小売が、変化していく中で、進化していく中で、そのいわゆる正反対の境目が随分曖昧になってきているというか、そのいわゆる簡単に言ってしまうと、倉庫みたいな店舗があったりとか、倉庫みたいな店舗があったりとかっていうことで、いわゆるその物流業でやってることを小売で応用活用できることもあるし、逆に小売でやってることを物流業でも活用できること、活かせることってあるんじゃないかなっていうことがあるので、その辺の正反対でのそのノウハウの共有であったりとか、そこでの連携みたいなことっていうのは大事なんだなっていうことを改めてちょっと感じたというところでございます。で、
3点目はそれに関連してなんですけども、今日ご発表いただきましたけども、私は特にその中で特に注目しているのが、その聖杯版を真ん中で担っている卸が、やはりその物流とその小売を両方見てる、その聖杯版を見てるという中での、何かハブ的な役割として、果たしていく、DX 化を進めていくとか、標準化、標準、とかを、果たしていく上では大事なのかなっていうことを感じたというところでございます。私からは以上です。はい、長浜委員お願いします。私の方からの最後の資料の時を一つ質問があってですね、デジタル人材育成プラットフォームの構造というところでいろいろ、ご説明いただいたんですけど、これって今週発表される総合経済対策、人への投資というところで、もうすでに5年間で1兆円とか出てると思うんですけど、もちろん それが含まれたらもっと拡充されるっていう、なんでしょうか。はい、1兆円の、支援はですね、いわゆる、政府全体で、行うものでございますので、メインはですね、厚労省というふうに聞いてございますけども、その中でも、あともちょっと話は変わるんですけども、政府全体としてですね、閣議決定された内容として、今後5年間でデジタル人材、デジタル推進人材は230万人育成するという目標が掲げられておりまして、こちら経産省、厚労省、文科省ともにですね、育成をしていくという形で今やっている ところでございます。ありがとうございます。そうであればですね、これまでの、政府の特にコロナ以降の経済対策そうなんですけど、大きな金額計上して打ち出すんですけど、未執行率が非常に高くて、っていうところで有効に対策が活用されてないっていうことがこれまであったので、よりそういったところを、アナウンスというかですね、積極的に、やっていただければいいのかなというふうに思いました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、加藤委員お願いします。展示画に、取りまとめのその議論の論点の整理のところを非常にきれいにまとめていただいていると思うんですが、ここでですね、特にそのマーチャンダイジングオペレーションの高度化みたいな視点をちょっと強調いただけないかなというふうに申し上げます。で、DX のところで、顧客体験と、それからロジスティックということで挙げていただいているんですが、なんとなくそのメッセージとしてですね、マーケ、反則、それから物流だけ改善しろというような格好にこう見えてしまうので、本流 そのマーチャンダイジングオペレーションを高度化していかないといけない。それはその付加価値向上にもコスト効率化にもつながるので、なんかそういうところですね、商品部も動いてもらう、それから店舗オペレーションも動いてもらうというようなメッセージが出せないかなというふうに思った次第です。以上です。ありがとうございます。高浦にお願いします。はい、高浦です。すみません、なんかこんな大きくモニターで打ち出されてると思ってなくて、すごく恥ずかしいんですけれども、そうですね、一つコメントと、一つ、ご質問です。まずご質問についてなんですけれども、時岡さんの、発表についてなんですけれども、すごく分かりやすくまとめていただいてありがとうございました。で、メーカー卸し、小売業の中で、一番河川化が進んでいるのが私も卸しだというふうに思っていて、そういう意味では、大手企業だと1兆円、2兆円という売上規模があって、このサプライチェーン その最適化っていう意味では、この卸しさんが担う役割というのはすごく大きいというふうに思うんですけれども、その中で、この、業界全体での取り組みっていう話をメインでしていただいたと思うんですけれども、一社一社が大手さん、卸しさんって大きい規模があるだけに、なんかそういう一社で、例えばこういう成功事例があるみたいなんてあったりするんでしょうか。なんかそういうのを、その横展開じゃないですけれども、共有できる仕組みみたいなのがあれば、もっと、卸し中心で、なんかそういうサプライチェーンの最適化ができるんじゃないかっていうふうに思いました。何かありますか。質問。ありがとうございます。卸に期待をかけていただいて大変ありがたいところです。先ほど申し上げましたが、卸はもうほとんど河川ただちょっと語弊あるかもしれませんけど、もう集約されてるあれでございまして、
先ほど の物流にしても情報システムにしてもですね、一社一社比べてもどれかどの会社がその上回っててどこが低いかということはほとんどなくて、ほとんど同じレベルで今やってるっていうのが今現状でございます。でしかしながら物流にしても情報システムにしても、個社でこの効率化、あるいはコストダウンというふうな形のものはなかなかもう難しいような現状になりまして、で卸は最近卸一社一社でそういったものを構築するんじゃなくて全体でその一つのものを構築していこうということで、現状共通プラットフォームの構想を持っておりまして、その中にですね、いろんなものを乗っけていこうというようなことを今進めております。で今具体的にやっているのが卸小売間の EDI でございまして、これ卸メーカー間はある程度効率化にできているんですが、卸小売間はまだまだ非効率的なところがございまして、特に小売業の皆様がお使いになっている EDI というのが非常に大きくたくさんのいろんな種類がございます。でそれをまずはやっぱり私側で一つの受け口を作ってですね、効率化していこうという、そんな話でございます。等々でいわゆるこの情報システム、あるいはこの物流というふうな形ものについては、今卸も個社ではなくてみんなでまとめてやろう、一緒にやっていこうというふうな、そんな発想で進めているというのが現状でございます。ありがとうございます。でもう一つのコメントの方なんですけれども、こちらが、議題の整理を今回していただいていると思うんですけれども、その中でそのサプライチェーンを最適化するっていう話の中で、前回の時にも私ちらっとご質問というかコメントさせていただいたんですけれども、やっぱりこの RFID どういうふうに使っていくのかっていうのは一つこれも多分こしゃこしゃではできない話になってくるので、業界全体を超えてこの RFID 使ってどういうふうにやっていくのかっていうのは一つの議論の対象になるかなと思いました。それがコメントです。以上です。ありがとうございました。では林さんお願いいたします。はい。ありがとうございます。今日貴重な時間をいただきました。ありがとうございます。先ほどちょっと卸で言うとなかなかですね、横横っていう連携っていうのがまだ難しいですよね。で、そこで重要になってくるのが、先ほどもご意見ありました、その協調領域みたいなところで、競争領域と非競争領域みたいなところっていうのを、明確に分けることができれば、特に物流なんかは特に一緒にやればいいよね。同じ一つのエリアでも、もうすぐ500メートル先に別の卸のセンターがあって、どっちもそのバーモントカレーが置いてあったりするんですよ。で、たまに僕なんかもう欠品とかすると、そこの別の競合卸から借りたりとかもしてたんですけれども、そんな感じで、どこかしこにも、そういう同じ NB 商品があったりもする。そういうところっていうのは、競争領域ではなく、協調領域として、やっぱり一緒にやるっていうことは、すごく重要だと思っています。で、今日、今、ちょっと、卸の流れだったんで話をしたんですけれども、最後にちょっと、非常に感じたのが、ロイックっていう考え方で、ここっていうのが、まさに小売業とか、要は消費者の、を定量化したものだなっていうふうに感じました。で、卸、正配販っていうところで、連携するぞっていうときに、どうしてもその、卸とかメーカーっていうのは、その先、つまりメーカーで言うと卸、卸で言うと小売っていうことで、消費者を見てるぞっていうことは言うんですけど、なかなか、直近の現場ではですね、やっぱバイヤーの顔が浮かんだりとかするんで、そこに対して欠品を起こさないとかっていうふうに、ものすごい狭い領域での戦いになってるんですよね。で、なので、そこをなんとか、先ほど召喚集っていうところもあったんですけど、召喚集はやっぱ小売が偉いっていうか、一番強いんで、なかなかそこを変えるっていうのは、ポジティブに考えても難しいところだと思っているので、せめてそこをですね、卸もメーカーも、本当に消費者に対して、あのお店に来るおばあちゃんに、このチョコレートケーキを絶対買ってもらいたいみたいな、そういうマインドセットができると、なんか一つ目標設定ができて、なんかいいんじゃないかなっていう。だからそれがイコール、ロイックの方につながってくるんじゃないかなっていうのが、すいません、私からの意見でございます。以上です。はい、ありがとうございます。宮島委員お願い。時間もないので、多分この後からの議論だと思うんですけれども、やはり私もこの会議の出口としてですね、実際に動くところをしっかり狙っていかなければいけないなと思います。で、いろいろ分かって、なるほど、先端はね、こんなふうにやってると、この問題、課題解決してるのは
ていうのはわかるんですけど、じゃあ私が小さなお店の店長だったとして、この動きを知ってるかっていうと、多分かなりの人が知らないという状況にあるんですね。やっぱりその人たちに実際にこの問題意識と状況をつなげて、動いてもらうっていうところまでいかないと、検討会のゴールは全く見えないので、そこを目指したいと思います。まあ、その上で一つはですね、情報の流通のところで、まあ、卸さんが集約されているのだとすれば卸さんなのかもしれないし、例えば農業で言うとバズマフみたいなところ、どの農業の人もつなげて情報を取れるっていうようなところを仕組んだ結果として、まあ、それでも、ダメなところはありますけれども、相当その農業が変わらなければいけないという、情報が広がったと思うんですね。で、農業にも流通の方が、メリット、いい部分もあって、農業の人は今のまま変わりたくない人たちも結構いるんですけど、おそらく小売りの方々はそれぞれは悩んでらっしゃって、良くしたいと思ってらっしゃる意識が高いと思うので、そこにその適切な情報と先端事例と、解決しなければいけない問題をうまく打ち込んでいく形を作れば、一気に動くこともできるかなというふうに思いますので、そうしたところでゴールを考えたいと思います。はい、ありがとうございました。時間もなくなってきてしまって大変、不手際で恐縮でございますけれども、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、いくつかその方向性についての、出口どうするんだというご意見がありましたので、ちょっとまた事務局の方で、整理をしてご議論をお願いしたいと思います。最後にですね、スーパー DX コンテストの方の状況をちょっとご説明して終わりたいと思います。資料9ご覧いただきまして、9月16日に提案締め切ったんですけど、大企業、スタートアップ企業、計ですね、39事業の応募がありまして、まあ割と多かったなという感じで、おかげさまでありがとうございました。で、事務局の方でまず書類選考を行ったところでございまして、今22事業に絞り込んでございます。で、この後ですね、11月上旬にちょっと、ヒアリングをやって、7事業程度に絞り込みまして、次回第5回の場において、その7事業をプレゼンテーション形式の最終、いわゆるピッチってやつですね。それをちょっとやっていただきますので、そこで参加委員の方々、加えてオブザーバー、一般傍聴者も含めてですね、でちょっと3事業ほど選出をいただこうかと思っております。最終日は12月16日を予定しております。それで、選出事業はですね、来年2月のスーパーマーケットトレードショーに、ご協力いただきまして、プレゼンテーションをしていただくなど考えてございます。ちなみに、書類選考の結果の22事業ですが、こちら、次のページとその次のページですが、今日の、まあ、ちょっとロイックに合わせて、そのロイクの付加価値を高める方の、内容に見えるものと、もう一つその、オペレーションのその効率化の方に、資すると見えるもの、サプライチェーンの効率化に資すると見えるもの、両方ございまして、うまい具合に両方あったので、それをちょっとまとめてございます。概要はここに書いてある通りです。詳しくはちょっと今後またちょっと審査をするときにお話を聞いてみないとわからないところがありますけれども、こんな感じで、進んでございます。これは12月16日の審査ですので、これは皆さんぜひお楽しみいただいてですね、選んでいただければと思います。以上でございます。本日の記事は以上となります。ちょっと議論の時間が不手際で短くなって大変恐縮でございますが、次回は12月16日コンテストの予定でございます。詳細はまた追って事務局にご連絡させていただきます。それでは今日長時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。